今回は今皆さんが大変興味を持っているプラスチックボールのご紹介です。左側から日卓の公式用のプラスチックボール、 TSP の公式用のプラスチックボール、日卓のラージボール用のプラスチックボールです。ルール上ではシームあり、シームレスの2種類が購入を受けていますが、今回ご紹介するものはすべてシームあり、つまりつなぎ目のあるボールをご紹介いたします。まず日卓のプラスチックボールですが、 TSP のに比べると若干色が濃いように感じます。そのためか、シームあり、つなぎ目ありなんですけれども、 TSP のものに比べるとちょっと見えにくい感じです。こんな感じです。触った感じですが、日卓の方が TSP よりも若干硬いように感じます。ただ今使われているセルロイドのボールに比べると両方とも硬いように感じます。次にラージボール用のプラスチックボールですが、これも、公式同様、先ほどの紹介したプラスチックボール同様、若干今のセルロイドのラージボールに比べると硬いように感じます。なので若干ですが公式に近くなっているような気がします。では実際にラケットの上でボールをついてみて検証してみたいと思います。まずは今実際に使われているセルロイド製のボールです。次に日卓のプラスチック製の公式用ボールです。音だけだとなかなか伝わりにくいですが、ボールが当たった瞬間はセルロイド製のボールに比べると若干重いように感じます。次に TSP のプラスチック製の公式用ボールです。こちらもセルロイド製のボールと音があまり変わりませんが、実際にボールが当たった感じで言うと少し重いように感じます。今回ご紹介したプラスチック製のボールは国際卓球全店舗にございますので、気になる方はスタッフにお声掛けください。よろしくお願いします。